皆さんこんにちは。以前入れなかった薬膳ラーメンにリベンジ、薬膳冷麺。このチャンネルでは私が過ごす日常の様子を毎日アップしております。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今回は無事に入店できました。サラダ付きを頼みましたので、サラダバーでまずサラダをいただきますが、変わったラインナップです。豆をいただいておきましょう。そしてナッツ類、カシューナッツ、小豆、くるみ、アーモンド、そしてクコの実。ドレッシングは生姜ドレッシング、こういったサラダに出来上がっております。普通のサラダバーではない、サラダではないでしょうか。そして私が頼んだ蒸し鶏とすだち、香味野菜の薬膳冷麺。麺が、米粉を使っているということで、いかがでしょうか。割と噛み応えのあるしっかりとした麺、そしてすだちの味が効いております。これは美味しい、私好みの味でございます。蒸し鶏も美味しかったと。ちょっと、この辛みを入れてみましょう。唐辛子がお酢の中に入ってるやつをかけてみました。いかがでしょうか。これかけて大丈夫なのでしょうか。ちょっと跳ねましたが、味変しております。美味しい、そして間違いなくヘルシー。そしてこちらスイーツ3点セットもいっときました。台湾カステラ、瀬戸内レモンシャーベット、黒ごま豆乳プリン。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いします。